オリコンスタイルをご覧の皆様、こんにちは、滝藤健一です。まあやることは変わんないですけどね。でも見てくださる方が本当に楽しんでもらえるのかとかっていうのは、とてもスタッフキャストで細かく話し合いながら作っていったんで、あのチームで良かったなと思いますしね。いやーどうですかね、なんかね、達成感は常にないですよ。これもそうだし、ダンディズムもそうだし、なんかね、そこを感じることがあんまりないです。だからダンディズムもそうだけど、やったそばからもううわこうすればよかった、ああすればよかったっていう後悔あるけど、でももうスケジュール的にも、もう一回やらせてくれなんて言える状況じゃないしだって現場入ったら僕を助けてくれる人たちでしょ、みんな。僕の役を膨らましてくれる人たちだから、そこ信じないと。自分が考えてきたものなんて、もう本当こんなもんだと思う。役のキャラクター、それをブワッと広げてくれる、よく撮ってくれる、はい、だってたかだかね、37年しか生きてなくて、ペラペラの人生で生きてきてるのにそこ守っちゃうと、僕の場合はなんか損する気がする。台本楽しかったですよね。台本面白かったですしね。ただ演じることが楽しいかつまんないかという考えはないというか、別にこっちが楽しかろうがつまんなかろうが、見てる人が楽しんでくれたらそれでいいと思ってるので、だからあんまり気にしてないというか。苦しいっすよ、だってそれが面白いんじゃないですかね。その前段階の準備というか、そのやっぱり特別な職業っていうかね、みんなが用意してくれた子に最後にポンって入って、ちょろちょろって喋ってね、カットってかかって OK ならもうそれで終わりって、片付けも何もしないしっていう職業じゃないですか。こうやって待ってる間はメイクさん、衣装さんとかね、付き人の子が仰いでくれてたりとか、何様だよっていう職業でしょ。だからそこのポンとね、みんなが準備してくれたところでできる限りのことはやれないと、それは失礼ですよね。てか責任というかね、じゃなきゃもうやんない方がいいんじゃないですか、それができないんであれば。僕の場合ですよ、他の人は知らないですいや戸惑うほどね、そんなすごくないっすよ。いや全然。もうだからそういう風に、まあもちろんダンディ見てましたよっていう人もいっぱいいるし、だけど僕の名前って出てこないですよ。まあブレイクって言ってくださるから、はい、ブレイクだっていう言い方をすると1回のブレイクはあると思う。それで生き残れるか、もし落ちた時にもう一度這い上がってこれるのかっていう時の方が勝負だと思います。責任ってのが今度出てくると思うし、いろんな人に影響を与えていく職業だなっていうね。だからその辺はやっぱりしっかりしていかないといけないなとは思いますけど、だって本当に照明さん、音響さん本当に一人一人だったりとか、カメラマンさんに助手がついていない状態で大変な中やったけど、面白かったと思うんだよねちゃんと本が面白くて、ちゃんとみんなで頑張って一生懸命一つの方向に向かえば絶対面白いものできるんだと思うんですけどね。制作費が安かろうが何だろうが、これ絶対なんか滝藤健一コーナーみたいなのがあるんだったら並べてほしいよ。僕自体は発見したことないんですけど、友達が発見してその写メとか送ってきたんですけど、あるみたいですよ、ツタヤとかに。あったみたいです、その犯罪の後じゃない、分かんないけど3日食わないとかじゃないですか多分そういう食べ物系じゃないかな。食わなくても平気だったし、無名塾時代は本当にね、親に仕送りしてもらわないとうちというかあそこ入れなかったので、でもあんま食べてなかったな。だからガリガリの僕があの辺歩いてると、洋画の無名塾の辺歩いてると、畑のおばちゃんがこれトマト食べなさいとかっていうのはあったかな苦節って、ね、皆さんおっしゃるけど、多分皆さんね、本人たち苦節だと思ってないと思うな。だって演劇界の東大ですよ、無名塾って。エリートですよ、苦節というより。そうですそういう中で恵まれた環境の中でね、必ず舞台出るって言ったら小さい役でもつけてもらえて、お金もいただいてっていうのがもうずっとあったので、で中台さんに教えてもらえるわけじゃないですか。中台さんの付き人もやりましたし、で僕は両親2人ともね、
元気に生きてるし、ずっとそういう幸せの中で育ってるし、むしろ幸せなずっと人生を送ってると思います。